さんこんにちは。こんにちは。高知県と佐賀の中島徹でございます。今日はワクチン接種ありきの行動制限に反対する党声明についてお伝えをさせていただきたいと思います。菅首相は今月9日10日までであった緊急事態宣言を今月末まで延長するということを決定しております。またワクチンの接種進捗状況に応じて行動制限やまん延防止措置の行動規制を緩和する方針も打ち出しております。政府が打ち出している方針の中には自治体の第三者の認証によって感染対策が行われているというふうにされたところについては、飲食店によるお酒の提供、また営業時間の延長というものが緩和されるとも言われて、またワクチンの接種事務所、また陰性証明というものの進捗状況によって会食する人数制限を緩和したり、イベントの人数制限の緩和、こういったものもあります。そして都道府県をまたぐ移動、旅行や出張といったところの容認する方向に方向で示しております。今回出されました政府の方針のもと、各業界がワクチン接種済証を活用しするようになれば、実質的なワクチンの強制ともなりかね、接種のもののものが経済的な活動に参加できないという状況が出てくるかもしれません。まあ、そもそもワクチンには一定の感染の抑止効果があるというふうにされております。ワクチンを接種したとしても時間とともにその効果が弱まるということも報告されておりますし、ワクチンを2回接種した人が感染するブレイクスルー感染と言われるものも報告されております。さらには死亡報告を含めた重篤な副反応が出たという報告もございます。まだワクチンが出現し続ける変異種に対応できるのかという疑問もあります。中長期的な人体に対する影響も心配されております。政府はこのようにワクチンを切り札として位置づけておりますけれども、外国を見てみればですね、ワクチンの接種率が高くても新規感染者が増加している国もございます。こうした中、日本が周回遅れでワクチンありきの政策を実施すること自体、疑問を呈さずを呈さざるを得ないというふうに思います。またワクチン接種を希望しない人や健康上の理由で接種しない人もですね、陰性証明を提示すれば経済活動へ参加できるというふうにしておりますけれども、政府は基本的にワクチンは無料としておりますが、これと異なり PCR 検査や抗原検査については公費投入しないという方針も決めております。そのためワクチン接種をしない人は証明書を発行するたびに費用負担をしないといけないという大きな不利益を被ることにもつながります。これを踏まえても政府によるワクチン検査パッケージの施策については問題があると言わざるを得、私国立検討としましては反対しております。昨年末からの政府によるコロナ対策等によって日本経済はすでに疲弊しております。そもそも緊急事態宣言やまん延防止措置といったことは重症者用の病床数が逼迫して医療崩壊を起こすということで行われているということです。しかしながら実際は世界一の病床数を抱える日本においてコロナ患者に対応している活用されている率というのは非常に低いということが実態でございます。ですので経済活動を止めることなく医療崩壊をなくすためにはまだ未使用の病床病院を活用する
しかございません。そのためにはコロナ患者を受け入れる病院側の負担を軽減するためにも、新型コロナ感染症法上の、法制度を改正して、インフルエンザ相当の5類相当へと転換することによって、多くの病床で病院で受け入れることが可能となります。最後に、感染症対策を名目とする、条件付きの行動制限というものは、最初は小さく見えても、だんだん大きくなり、国民の自由を完全に奪うことにもなりかねません。私、国立健闘は、人間にとって、最も大切な価値観である自由を守るため、今後も活動を続けてまいる所存でございます。今日はワクチン接種ありきの行動制限に反対する党声明についてお伝えさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。